ポーランドリトアニア共和国内のビテプスク県の一県将軍旗、ビテプスク県、バイトブスカス県はリトアニア対抗国、あとにポーランドリトアニア共和国の県である。設置は1508年、県とは県ベラルーシビテプスクに置かれた。面積はおよそ24,600平方キロメートルであり、東から半時計回りにスモレンスク県、ムシチスワフ県、ミンスク県、 ポーツク県と接した。北はロシア国家と接していた。12世紀までビテプスク一帯は流陸町の公が統治するルーシュの諸行国領域であった。しかし13世紀諸島より東方へ拡張しようとするリトアニアの侵攻を受けるようになり、おそらく13世紀諸島にはリトアニアの勢力圏に組み込まれたと考えられている。1508年に ビテプスク県が設立された。また、1566年にビテプスク軍とオルシャ軍が設置された。ビテプスク県からは、国会には4人の議員が派遣された。1772年、第一次ポーランド分割によってビテプスク県の大部分は、帝政ロシアに割上された。オルシャ軍の一部のみは、 ポーランド・リトアニア共和国内に残ったが、この地域も1793年の第2次、ポーランド分割によって、訂正ロシア領となった。ただし、完全に、ポーランド・リトアニア共和国が消滅する1793年まで、名目上は、ビテプスク県は存続した。ファイ、ゼー、ありがとうございます。